こんにちは。グリザイアファントムトリガーで獅子ヶ谷桃花を演じています桜彩音です。桃花は最初はもうとにかく否定から入る、何もかも嫌いみたいな、結構もう極端な性格なので、皆さんはこの子を見てどう思うんだろうなとちょっと不安に思っている節があったんですけれども、収録を進めていくにつれて、お、意外と可愛いところあるじゃんっていう面がですね、見えてきたことで、私自身はちょっとホッとしております。意外と優しいところがあるんですよ。あと気遣い屋さんなんですよ。あと心開いてる人には心開いてるんですよ、というところで、ぜひそんな一面が見られるようになるまで進めていただけたら嬉しいなと思います。第一印象は良くないかもしれませんが、きっとこの先ゲームを進めていくにつれて、皆さんの金銭に触れるというか心に響く何かを感じていただけるのではないかと思いますので、ぜひぜひそんなけなげな投下をよろしくお願いいたします。というわけで、グリザイアファントムトリガー並びに獅子ヶ谷桃花のことを、引き続き愛してくださると嬉しいです。桜彩音でした。バイバイ。